ビュー曲発表に向け4人が来たのはレコーディングスタジオ。お疲れ様です。今日レコーディングっていうことで、はい、歌詞知ったのいつでした？昨日です。昨日曲知りました。だからもう1日聴いた。昨日ダンスレッスン終わって帰って9時ぐらいだったんで、帰り道も靴脱ぐ時もお風呂もご飯も寝る時もかけながら寝ました。いよいよですね。はい、どうですか意気込みとしては。いやー、なんか本当もう昨日今日来たばっかじゃないですか。なんかちょっと緊張してるんですけど、でもすごいそれ以上にすごい女子ユニットが楽しみなんで頑張ります。どうですか、歌はもう聞き込みました？聞き込みましたよ。もうこれはとってもずっとお風呂でも聞いて朝起きても聞いて幸せです。じゃあもう完璧に覚えてある、うん、まあそうですね、メロディーももちろん覚えていますし、うん、なんか自分らしさ出せるところここかなみたいなのもなんとなくある。なんとなく気合い十分です。今めっちゃテンション上がってる。いいですね。元気に挨拶大事だよとか、村重も本当にそのマインドでずっと生きてるので、もう村重の歌、ポンポン元気に挨拶大事だよ、ポンポン Here we go Let's go。はい、行きましょう。え、先生とかいるんですか？あ、正面お願いします。わぁ、いっぱい機材があるけど大丈夫でしょうか？うわぁ、すごい。うわぁ、歌手だ歌手。早速レコーディングスタート。おはよう、元気に挨拶大事だよ、ありがとう礼大事だよ。おはようのおが弱い。おあ、そうなんだ。行ってきます、出かける、挨拶大事だよ、また。めっちゃ笑ってるめっちゃ笑ってる。月下警備って言ってた。ちょっと行きますよ。はい、行ってきます、けかけ挨拶。どうした出かけるって言っちゃう。で出かける。で来週も超元気に会おうね。あ、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいの出た。行ってきます、ちょっと違うな。違った。全然いけなかった。全然いけなかった。全然いけなかったです。全然いけなかった。アイスを食べたらラッキーラッキー。よしよし、アイスのすが、うん、アイスアイス。そうこ。あ、愛するだ。そっちで行けばいいんだ。愛する。なるほどね。ありがとうです。好き。あ、ごめんなさい。今のも NG デビュー取っときます。あー。はい、行きます。ありがとう、感謝の気持ち大事だよ、またねの一言大切だよ、月曜もちょ。すげえいいっす、すげえ。死ぬかと思った。息継ぎてない、ね、ない感じですか？はい、息がつかない。感謝の気持ちない。ここで一回切って気持ちの後に一回切って、ないじだよ、またねの一言大切だよ。で、ここで一回止めましょう。いける気がします。社長、ごちそうさまでした。総理、大変失礼いたしました。おー、なるほど、いいな、すごい。学校でもご近所でも誰かに会ったら、友達でも先生でも迷惑かけたら、すげえいい感じです。当たりです。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと上がりすぎかな、いつものやつが欲しいな。ベースが上がってですかね、うんうん、いつもの感じでちょっとやってみてもらって。当たりでーすの方ですか？ベース、そう、うん、はい、ベースが上がってるもんね。アイスを食べたら当たりです。
低いの落ちちゃうな。アトリディ最初低くない？いつものやつドルルルキンアトリディーそれ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 、はい、それアトリディーすドルルルキンアトリディーすディースが上がりすぎなんだろうドルルルって一回言わせオンリーでもらったオンリーでドルルルそれドルルルからオンリーでもらってわかりましたドルルルキンアトリディーすなんかちょっと上がっちゃった変わっちゃってこれ出ますドルルルティン当たりでーす。あこれだ。今のだ。これらしいです。これです。お疲れ様でした。あの高音一番高いところの音とサビのあとは落ちサビ、急にこう。しっとりとした感じで歌わなきゃだったんで、それまではもうなんか自分の中では元気系のアイドルっぽい歌い方でやってたから、うわ落ちサビ歌ってるアイドルってこここんな感じで結構切り替えてたんだなと勉強になりました。とっても楽しかったです。なんか徐々に徐々に声が出てきて、やっぱり気持ちいいところはすごく気持ちよく歌えたので、あんま悔いないです。すごい楽しかった。一番ね、今までの3人の中でねめちゃくちゃ早いですよ。最速一番優秀ってことですか？いや、大丈夫です。はい、いつも聞かないんで自分のやつ。あ、そうなんすか？はい、なんか本当完成したらって大丈夫です。あ、なるほど。はい、めっちゃ良かったんじゃないですか？ジガジさん、うん、なんかやっぱりアイドルだなって思いました。私ってやっぱ10年アイドルやってたんだなって改めて思いました。セリフ系マジうまい。ドルルティーン鳥です撮り直しましたよね。何回も撮り直した。なんかトーン違かった？いや、なんか違うんですよ。なんか変なとこで急に指示が入り始めて、でなんかあのいつももう関わってくださってるこだわりの強いスタッフさんがいらっしゃったみたいで、だから私幻聴かなと思って、会いすぎて現場でついに総合プロデューサーの声聞こえるようになっちゃったのかなと思ったけど、いらっしゃったみたい。いましたね。はい、オンリーで撮りましたからね。チッ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 ドルルルティーン当たりですって。そんな4人のデビュー曲「ハロー日本」は各音楽ストリーミングで絶賛配信中。レコーディングしたばかりの曲を確認するなえなのさんと森ひなさんの感想は？わー最高最高です。マジ一生懸命頑張ったと思います。いいね、達成感ある。え、マジで気持ちいい。今超焼肉食べたいです。今日頑張ったご褒美みたいな。完成してるもん。まあね、こっから本当精査してすごい上げてもらうって感じです。うわー、10人十色ってこういうことなんですね。みんなの入ると可愛い。これレコ隊取れる。レコ隊レコ隊すごい。8月8日お台場冒険王のステージイベントに出演決定。ユニット名をお客さんに決めていただきます。さらに女子ユニットのデビュー曲ハロー日本を各音楽ストリーミングサービスで絶賛配信中。